皆さん、こんにちは。改善ベースです。この講座は、トヨタ生産方式基礎講座、初級編、第3章、人面のついた自動化とはです。原価低減、品質の作り込みのためには、人面のつかない自動化ではなく、人面のついた自動化を目指していかなければいけません。本講義では、自動化の意味、目的、止めることの重要性、自動化の事例などを学習していきます。第3章では、自動化とは自動化による省人化、自動化による作り込み、自動化の事例、第3章まとめの順で学習を行います。まずは自動化とは何か確認しましょう。おさらいになりますが、トヨタ生産方式の基本は、徹底的な無駄排除による原価低減です。この基本思想を貫くトヨタ生産方式の2本柱は次の2つです。1つは、ジャストインタイムで、必要なものを、必要な時に、必要な分だけ作ること、供給することです。もう1つは、自動化で、異常、問題があればその場で止まる、分かることです。本講義では、2本目の柱である、自動化を対象に学んでいきます。ここで、2つの自動化について確認します。1つ目は、この自動化。これは、人の作業を機械に置き換えることを指しています。2つ目は、この人面のついた自動化。この自動化は、人の働きを機械に置き換えることを指しています。では、人面のついた自動化の目的について確認していきましょう。人面のついた自動化では、どんな人の働きを機械に置き換えるのでしょうか。3つあります。それは、機械の異常を判断して、設備を止めること。品質の異常を即座に見つけて、設備を止めること。ライン、工程の異常を判断して、止めること。このように、異常が出たら止まる機構を機械が持つことで、作業者や管理監督者の時間を、付加価値の高い、他の仕事へ振り向けることができるようになります。機械を止めること自体が目的ではなく、あくまで、人に付加価値の高い仕事をさせ、原価低減につなげることが狙いなのです。そして、自動化において人の働きを機械に置き換えることにより、具体的には次の2つのことを狙っていきます。1つ目は、省人化です。省人化においては、自動化により、人を機械の番人にしないことがポイントです。2つ目は、品質、設備、ラインの作り込みです。作り込みにより、問題点を見える化し、自己定完結を進め、人材育成へつなげていくことがポイントです。では次に、自動化による省人化について、詳しく確認していきましょう。機械が異常で止まらない場合、作業者がその場にいないと、次のようなことが起こります。そう、このような機械では、不良が発生し始めたら、ずっと不良を作り続けてしまい、大きな損失が発生するのです。そのような状態になると、不良による損失を出さないように、常時監視しておかなければ、という発想に至ります。こうして、人が機械の番人になるのです。以上のように、例えば、人の手で行っている作業を自動で動く機械に置き換えた場合、この機械が異常が出たら止める機構を持っていないと、作業者は異常が発生していないかを常時監視しなければいけません。これではせっかく機械を入れてもコストが下がりません。ただ作業が楽になったというレベルにしかならないのです。このような
人弁のつかない自動化ではいけません。たとえいくら機械をたくさん導入したとしても、一人一台で監視をしなければいけないのであれば、結局省人化できず原価低減につながりません。目指すべきはこのように異常時に機械が自動的に停止する機構を組み込み、多台持ちができる人弁のついた自動化です。異常時にしっかりと停止してくれるからこそ、安心して一人で何台も面倒を見ることができたり、他の付加価値の高い仕事を行うことができるのです。では続いて、自動化による作り込みについて確認していきましょう。一般的にライン停止や機械停止は生産ロスの増加につながります。そしてもし停止が発生した時には、なんで止まったんだ、なんで止めたんだという強い指摘を受けることも多々あります。すると、何かあっても機械は止まらないようにしておこう、止まってもすぐに起動させようという発想になりがちです。しかし、問題の真因がつかめないまま生産を続けても、また同じロスが発生し、無駄が再発してしまいます。後工程、顧客に迷惑をかけることにもなります。最悪の場合、会社の信用を失うことにもなりかねません。そうならないように、機械を止めることは非常に重要です。しっかりと止めて再発防止策を実行することで、次のことが期待できます。異常時の不良発生数が減少する、同じ問題が繰り返されなくなる、問題点が見える化され、埋没しない、自己定完結という考え方により、品質は工程内で作り込むという意識が向上する、不良の再発防止策を考えることができ、その習慣により人材が成長する。異常を検知し、標準外の状態を知り、機械やラインが止まる、あるいは止める、そして管理監督者が真因を見つけ取り除き、それを標準に組み込むという改善のグッドサイクルを回し続けることが非常に大切です。このグッドサイクルが良い品質、良いライン、良い機械を作るのです。では続いて、自動化の事例を確認していきましょう。自動化の事例として有名なのが、無人運転ラインの機械におけるハグオレ異常の検知です。これは加工の毎サイクルごとに機械が自動でハグを確認し、もしハグが折れているなどの異常があったら機械を停止させるものです。こちらも自動化の例としてとても有名な紐スイッチによる自動車の組み立てラインにおける異常の検知です。自動車の組み立てラインでは、紐スイッチを引いて定位置でラインを止めます。機械や自工具の異常時だけでなく、作業遅れが発生した時も自ら止めるためのものです。紐スイッチが引かれることで、管理監督者はラインで異常が起きていることを知ることができ、スピーディーな対応ができるようになります。なお、異常が出たら止めるという考え方は、機械だけでなく、このような手作業工程にも適用されることを覚えておきましょう。次に、自動化の一例であるポカよけです。ポカよけとは、人が作業を間違ってしまった時にも物理的にそれが気づけるような機構をラインや設備、品物に組み込むことを言います。例えばこの図のように、上下形状の違う部品のご取り付けの防止にポカよけを使います。異常時は部品がジグに入らないようにすることで、間違いに気づくことができる仕組みです。ポカよけの事例としては、このように品物の部品形状を左右非対称形状にするものもあります。組み付ける部品を左右非対称にし、逆に組み付けようとしても
組み付け自体ができないような仕組みです。この他にも、たくさんの自動化の例が存在します。異常時に一目でわかる仕組みをキーワードに、自職場でもいろいろな自動化を検討してみましょう。では最後に、第3章のまとめをします。第1問、自動化と人弁のついた自動化の違いは何でしょうか。人弁のつかない自動化は、ただ人の作業を機械に置き換えることを指します。一方、人弁のついた自動化は、機械に異常が出たら止める機構を組み込むことを指します。第2問、機械を止めることの目的は何でしょうか。異常が出たら機械を止めることで、問題の見える化、自己定完結への意識向上、人材育成へつなげることが目的です。異常を表に出し、再発防止をすることを繰り返すことで、良い品質、良いライン、良い機械ができるのです。以上で、トヨタ生産方式基礎講座初級編第3章、人弁のついた自動化とはの講義を終わります。引き続き、第4章、ジャストインタイムと自動化の関係の学習を進めていきましょう。改善ベースでは、改善活動に役立つたくさんの情報を随時配信しています。ウェブサイトでは限定動画が視聴できます。チャンネル登録をして、最新の動画配信情報をゲットしましょう。